皆さんどうも、ちゃこ先生です。本日は、前回の動画の第2弾ということで、動物の森の好きなところ、キャラクター編でお送りしていきたいと思います。動物の森には、村に住んでいる住人が、そうですね、この集まれ動物の森を入れますと、どれぐらいなんですかね、500人。500人ぐらい多分もういると思うんですけど、その中からちょっと選ぶのは、さすがに大変なので、いるっちゃいるんですけどね。今回はですね、どの作品にも、ほぼほぼ登場する、お店とか、施設で働いている、働く住民に、スポットを当ててみまして、ランキングを出しました。題して、チャコ的、動物の森の働く住民好きなキャラベスト7ということでお送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。ですね。ちょっと悩んだんですけれども、なんでそのキャラがそのランクなんだっていうのも、ちょっと話しつついきたいと思います。1位はめちゃくちゃ悩んだので、ちょっと長くなるかもしれません。はい。まず、第7位、フータです。フータというのは、博物館の館長ですね。フクロウのキャラクターになっています。フクロウのキャラクターなので、夜行性なんですよね、基本的に。なので、昼に話しかけると、基本こう鼻ちょうちんを膨らませて、寝ているっていうキャラなんですけど。その一時ね、起きる、アクションがね、可愛いので、そこ一票っていうところと、あとすごい博識なんですよ。館長なので、博物館なのでね、いろいろ寄贈できるじゃないですか。魚とか、虫とか。で、いちいち教えてくれるんだけど、虫がなんと嫌いっていう設定があるので、虫の時だけこの説明がちょっと雑というか、すごい主観が入って説明するところが、楽しみなので、私は割と虫の図鑑から提出していく方ですね。虫ばっかり寄贈して、ちょっと怖がらせるっていう嫌な村民を演じてよくプレイしてますけど、はい。そのキャラクターで、私は好きですね。第7位、フータでした。どんどん行きましょう。はい、第6位、ハニワくんです。ハニワくん、お分かりでしょうか？集まれには登場するんですかね？ゲームキューブの時には、家の外にいたんですよね。植わってたんですよ、家の外に。ポストの反対側にいたんですけど、なんか正式名称はハニワくんじゃなくて、留守番ハニワくんっていうらしいですけど、なんで好きかっていうと、すっごい踊るんですよ。ハニワ、なんか基本こんなポーズ、こうかな。逆かもしれない。こうか。どっちでもいいんですけど、こんなポーズをしてるんですけど、すんごい動くんですよね、やつは。で、どうやったら動くかっていうと、キャラクターが、ハニワのそばに近寄ると、こんな風に踊るんですよね。もうね、初見の時はまず衝撃的で、めっちゃ恐怖だったんですけど、ハニワくんは結構サポートキャラ的な立ち位置でして、いろいろ教えてくれるんですね。チュートリアル的な感じでいるんですけど、とにかく、荒ぶり方が好きっていう理由だけで、はい、ランクインしました。続いて第5位。同率です。2人おります。豆吉と粒吉です。はい。めっちゃ好きですね。豆吉と粒吉っていうのは、たぬ吉の、弟子ですかね。たぬ吉っていうたぬきのキャラクターがいて、その、弟子のたぬきの双子かなの兄弟。っていうキャラ設定で、とにかくちっちゃくて可愛い。
もう可愛さをすべて詰め込んだキャラクターですね。今多分黒板の方に頑張って絵を描いてると思うんですけど、私が目がね、目がマジでね、黄金比っていうかね、こう顔に対して目がすんごいでかいんですよ。で、なんだろう、クリンってしててね、めっちゃ可愛いですね。マジでめちゃくちゃ可愛い。可愛い、オブ可愛いですね。ほんで、で、胴体が多分頭より若干小さいんですよね。頭がこれぐらいだとしたら多分、体こんなちっちゃくないか。でも、こんなぐらい？わかんないんだけど、とにかくちょっとちっちゃいんですよ、体の方が。なので手足もちっちゃいんですね。でそのちっちゃいのが頑張ってプレイヤーについてくるんですよ。でてちてち歩いて、いらっしゃいませだなもんみたいなことを言うんですよ。めっちゃ可愛いです。でプレイヤーが話しかけなくってもついてくるんですよね、テチテチと。で2匹ともテチテチついてくるので、もう追いかけっこができるんですね、店内でお店が大きくなるとこう、なんていうんですか、お店の中にこうディスプレイしてあるので、そこの周りをこうぐるぐる走って、豆粒コンビを走るところをただひたすら見守るっていう遊び方ができるんですけど、それをひたすらやってましたね。タヌキチは追いかけてこないんですよ、基本的に。ゆっくり来るのかな。なんだけど豆粒はマジでものすごいスピードで走ってくる。あ、でもタヌキチも動いたかもしれませんね。作品によるかもしれないけど、なんかゆっくり来てた気がする。豆粒はマジでダッシュで来るんですけど、それが可愛い、ただ可愛いです。一番好きな衣装は前掛けね、ここから下に青っぽい紺色のなんかたぬきち商店の前掛けをかけてる衣装がめっちゃ可愛いですね。はい、豆粒好きな人多いんじゃないでしょうか。続いて第4位、リセットさんです。はい、リセットさんといえば集まれ動物の森で正式にリストラされたということで、あれですけど飛び森でもね、若干なんていうんですか、追いやられて、リセット監視センターをプレイヤーが立ててあげたら晴れてお説教シーンが聞けるっていうあれなんですけど、もうリセットさんはあれですね、もうなんか好きとかそういう話じゃなくて、風物詩ですね、動物の森の。もう、新象風景に近いような、なんか夏といったらスイカとかき氷と風鈴みたいなのと同じようなレベルで、もう動物の森では、まあ、リセットさん、はい、いますね、みたいな感じ。なので、まあ、好きは好きなんですよ。リセット監視センター、建てましたから、私も。お説教を聞くと、ああどうもりやってんなっていう気になる感じですね。いや、リセット監視センターを建てた人はマジでちゃんとね、愛してる人だと思いますね。世界を、世界観を愛してるからこそ建てるんだと思いますね。ゲームキューブの時って本当に意図せぬリセットというか、例えばゲームキューブのコンセントが抜けちゃって本当にしょうがなくリセットする形になったとしても、リセットさん出てくるんですね。お前何しとんじゃって言ってくるんですけど、こっちとしてはいやコード引っかかっちゃって抜けただけなのに、なんでお前怒ってくんだよ、なんて理不尽なんだっていうのがあったんですけど、またそれも良かったんですよ。そのなんか鬱陶しさみたいなものも全てひっくるめて、リセットさんは良かったんですよ。はい、なのでリセットさん4位でございます。はい、続いて、はい、3位、2位、1位、はい、この辺からも熱くなってまいります。第3位、タヌキチです。はい、豆粒は5位なんですけど、タヌキチ3位ということで、タヌキチといえばですね、
飛び盛りまではツイッターの公式のアカウントの、アイコンがねしずえさんだったと思うんですけど、なんとあつ森が発売予定決まったっていうところらへんで、ハヌキチのアイコンに乗っ取られた変わっちゃったというかしずえさんを返せみたいなのでちょっと話題になってた時期もありますが、あのね、まあ動物の森の顔と言っても、まあ、過言ではないキャラクターだと思うんですけど、みんな多分ねタヌキチって言ったら最近の作品をやってる人は特にだと思うんですけど、なんかもうお金のためになんだろう手段をね選ばない、まあ、別に憎めないんですけど、まあ、でもプレイヤーにとってはちょっとなんか、はあ、また借金かお前は、ローンタヌキみたいなね。あとこっちが一生懸命マイデザインとかを組んで、あのお花畑を作ってたエリアに住人のね、あの予定地をね平気で建ててくるっていうタヌキインパクトみたいなやつが、タヌキテロとかがね、あのよく言われますけど、すごいね、あの何やってくれてんだっていうキャラクターとしても愛されてるイメージかもしれないんですけど、まあ、私はですねそっちじゃなくて、あのタヌキチの過去が好きというか設定がすごい好きなんですね。あのおいでよ動物の森を結構やってたんですけど、ある条件を満たすと、なんか会話イベントが連続ドラマイベントみたいな風に言われてたと思うんですけど、なんかねイベント発生するんですね。でタヌキチの過去が聞けるんですよ。でどんなのかっていうと、今とは真逆で、金より夢みたいな、夢追い人だったんですね。まあ、夢追いタヌキですけど、で、なんか周りの反対も押し切って、自分のこう夢を叶えるために都会に出て行って、で見事なんかね、都会の悪い人に引っかかって、なんかお金を全部吸い上げられちゃって、で、もう身も心もボロボロになって、主人公がいる村に戻ってきて、たぬきち商店を立ち上げたっていう設定があるんですよ。で、その今言った話が、もっと具体的な話をたぬきち自身がしてくれるんですね。あの、こっちに対して。なんか、昔のことなんだけど、ちょっと喋っちゃったからもう全部話すだなもうみたいな感じでなんか全部ぶちまけてくれるんですけど、でなんかそれもあの頃の僕は良かったなみたいな感じじゃなくって、なんかもうあんな失敗もう二度とごめんだみたいな感じですごい後悔を引きずってるのがわかる、もう未練たらたらというか、でも今僕はお金になんかこう操られないでというか、夢を捨てたからお金に生きる道に走っているから、こうお金に取り憑かれてはないんだみたいな風で、結局信じられるのはお金だけなんだっていう風で喋ってるんですね。なんかそう思うと確かに借金取りみたいなローンをね、あの無許可で取って、あの勝手に組んでくるので、まあちょっといいおいおいっていう感じなんですけど、なんかお前にはそういう過去があるんかって思うとね、タヌキチーってなるんですよ。タヌキチーってなるんで、なんか普段のそのお金に執着する言動すべてがなんかね、その過去を思うと愛おしく感じるんですね。切ないキャラクターだなと思います。はい、大好きですね。タヌキチの話したら止まらないんで、ちょっと次いきますね。はい、第2位です。第2位、マスターです。鳩の巣の、マスター、あの、鳩のね、ちょっとダンディーな感じのキャラクターなんですけど、初めてどう森をプレイした時にマスターを見て、なんかいろんな本当にこの作品は、種類がいるな、いろんなキャラクターの種類のいる作品だなと思って、すごい引き込まれたのを覚えてるんですけど、マスターって寡黙じゃないですか。
そこがすごい好きで、なんか喋らないのにこんなに、なんだろう、人間味を感じさせるキャラクターを描けるのかっていうところにも感動したし、なんか単純にそのコーヒーへの、愛が強すぎるところが、結構変態級にコーヒー好きじゃないですか、マスター。それが、すごい少ないんですけど、セリフがね。セリフの数は少ないのに、それがわかるっていうところが、なんか、いいなって、思いますね。常連になるまではちょっと冷たいじゃないですか、マスター。あー、はい、みたいな。てんてんてんがすごい多い会話をするんですけど、こう、常連になると、なんか、君もわかってきたね、大人の味が、みたいな感じで、いつもの入れるよ、みたいな感じでやってくれるんですけどね。まあ、それが、いいです。あとね、個人的にすごい可愛いなって思うのは、ここにマグカップがある。あのね、コーヒー、わかんない、ちょっとうろ覚えなんですけど、コーヒーを出してくれるときかな。なんかね、この取っ手をプレイヤーの方に向けてくれて、ほんで、ズズズズズってこう、机の上を引きずって、前にこうヒュッと押し出してくれるみたいな演出が若干あったと思うんですけど、それをね、羽でやるんですよ、あの人は。マスター鳩なので、羽でこうちょこんって押すんですね。それがめちゃくちゃ可愛いんですよ。ダンディーなおじさんの見た目なのになんかこう羽でちょーんって押すところがなんかもうすんごい可愛いので、はい、見てください。はい、それでは、どうぞ第1位です。1位は、しずえさんではなく、エイブルシスターズのあさみです。意外だなっていう感じでしょうか。あさみと言われて、顔がすぐに思い浮かびますか？そばかすの方です。髪が、紺色の方は、妹のキムヨです。で私が言ってるのは、そばかすがあって、こう目がちょっとなんか垂れ目な感じで、髪の毛が茶色っぽい方、ミシンいじってる方ですね。彼女が、好きです。なんでかっていうとですね、さっき言ってた連続会話イベントとちょっと関係があるんですけども、あさみとたぬきちのエピソードがめっちゃいいんですよ。まず、あさみとたぬきちは、幼馴染なんですね。はい。で、昔、たぬきちが、こう、夢を追いかけて都会に行こうっていう時に、あさみが引き止めたんですね。何があるかわかんないし、まあ、怖いところかもしれないから、やめといたら、みたいな感じで引き止めたんですけど、たぬきちがこう、それを振り切って、まあ、都会に行っちゃって、ほんで、案の定、こう、ボロボロで帰ってくるんですけど、で、まあ、それをきっかけに、こう、あさみとはね、仲違いしちゃって、ちょっと疎遠になっちゃって、大人になってからはあんまり喋ったことがないっていう設定があるんですね。なんですけど、あさみは、たぬきちが人が変わっちゃったけど、こう、昔はいい人だったことを知っているので、たぬきちには違いないからっていうことでね、表には全く出さないんですけど、実はたぬきちさんは本当はいい人だから、なんだろうね。私はたぬきちのことを心配してる今もっていうスタンスでいるみたいなのがこうエピソードの中でわかるんですよ。なので、こう表に出さないけどたぬきちのことを今でもずっと思い慕っているっていう、なんて言ったらいいんですかね、こう奥ゆかしさみたいなものがあるのがすごくいいです。はい。それがね、私的には刺さりましたね。はい。で、あとね、もう一個、妹がいるじゃないですか。キヌヨね。キヌヨは、アサミとハヌキチが、過去に何があったかっていうのはね、実は知らないんですね。ちっちゃかったので覚えてなくって、で、そのお姉ちゃんに聞いても教えてくれないっていう設定があって、なんかあったのかなーくらいなんですけど、で、キヌヨって、どっちかっていうとですね、まあ、初期のプレイヤー側にやっぱり近いんですね。タヌキチの過去を知らないから嫌なやつみたいな、お金に走る、お金ばっかりでも嫌な人っていう感じでキヌヨは捉えてるんですけど、アサミはね、
キヌヨにそのことを言わないんですね。いや、キヌちゃん違うよ、みたいな。タヌキチさんは実はいい人で、とか絶対言わないんですけど、そのことによって、こう、あの、タヌキチのことを知ってるアサミと、何も知らないキヌヨっていう、こう、対比の構造ができてて、なんかそれを聞いてるプレイヤーっていう立ち位置が、あの、アサミの良さをより引き立ててるので、めちゃくちゃその構図がいいです。はい。というわけで、駆け足になりましたけど、アサミが第1位ということで、はい。まだね、紹介したいエピソードが実はもう一個あったんですけど、時間の関係で語れなかったので、またそれはツイッターの方でお話ししたいと思いますので、興味のある方はぜひ、覗いてください。それでは、本日の授業は以上となります。ありがとうございました。